はい、すいません。では次のご質問ですね。はい、はい、はい。ここ30年で現役世代の社会保険料が大きく増え、可処分所得の増加額は所得全体の増加額より少なくなっています。事業主の負担分も同じく増え続け、経営を圧迫する状況で従業員の給与等上げられません。切実ですね。高齢者の自己負担割合や自己負担限度額の上限の引き上げはお考えでしょうか、というお尋ねです。はい、はい、今の日本の社会保障制度は、年齢を基準にして、ある年齢より下の現役の世代の皆さんが支えて、そしてある年齢より上の高齢者の方が支えられるという、この仕組みを原則にしてきました。このその中で日本の国は今少子高齢化がどんどんと進んでいく。そうすると支える方はどんどん減っていく、支えられる方はどんどん増えていくということで、現役世代、若い人たちの負担はどんどん増えていくということです。これ今の制度をそのまま続けていたならば、今ますます少子化が、問題になっているわけですから、ますます若い人たちの負担が増えてしまう、こういった心配があります。そこで去年特に大きな議論を行ったんですが、そう、去年の参議院選挙でも私たちは、選択できる社会保障というこのことを訴えました。どういうことかというと、年齢で機械的に支える、支えられない切るんではなくして、この高齢者の方であっても能力があって、意欲があって、そしてそれなりのこの資産や財力がある方、こういった方には、引き続き支える方にしっかり、回ってもらおうと、決してそれで損をしてしまっては、なかなか回ってはもらえませんが、制度を工夫して、意欲や能力がある方に支え手に、高齢になっても支え手に回ってもらう、こういった選択肢を、作っておけば、この支え手の方もどんどんと小さくなるということにならなくて済むのではないか、その能力に応じて意欲のある方には引き続き、支え手に回ってもらう、なおかつ損はしない、こういった仕組みを作ることによって、すなわち選択できる社会保障を追求していくことによって、このますます若い人たちの負担が増える、こういったことをできるだけ緩和することができるのではないか、こんな制度を訴えました。ぜひ基本的な考え方は、今言った考え方を追求し続けていきたいと私たちは思っています。なるほど、支えられる側から支える側にしっかり回っていくということですね。